気象庁は6月から新しいスーパーコンピューターを導入します。天気予報が大きく変わります。細かい天気が分かることによってお客様の客足というのを汲み取ることを予測することができます。例えば6時前に雨が降るから3時にもっと多く焼いとこうとかで、そういうことを調整を細かくすることによってよりたくさんのお客様に満足した商品を提供することができると思います。タクシードライバーは天候に大きく左右される仕事だと思います。気象予報の精度が高まることでタクシードライバーのお客様とのマッチングがより高まって効率的な仕事ができるものと期待できます。